ホーム、国島駅は、大阪府大阪市東淀川区芝島2丁目にある、阪急電鉄千里線の駅。駅番号は、HK-87。阪急電鉄の駅の中でも、南独の駅名として知られている。国島浄水場を挟んで、阪急京都本線総前寺駅が、四金に存在する。2018年現在、高架加工時中である。 当日の隣の駅の項目にも記載がある通り、阪急電鉄の支線の中間駅では唯一、通常ダイヤにおける通過列車の設定がある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎は、天下茶屋方面行きホームにあり、反対側の北千里方面行きホームへは、天下茶屋寄りの古線橋で連絡している。 北千里方面行きホームは、幅が狭い。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、上りが1号線、下りが2号線と表示される。駅舎側のホームが2号線である。基本的に、地里線直通の北千里駅発着系統と、 京都本線直通の高槻市駅発着系統が交互に停車する形となっている。そのため、直通列車に乗車ができなくても、北隣の淡路駅で普通列車同士が対面接続するダイヤが組まれており、同駅の理解で目的の方向へ行けるように便利が図られている。これは、南隣の天神橋筋六丁目駅はもちろん、さらには、 相互乗り入れ先の地下鉄坂井筋線各駅についても同様である。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は5345人である。これは京都線系統では最も少なく、阪急全駅中でも阪神国道駅に次いで2番目に少ない。近年の1日の乗降、乗車人員数は下表の通り、住宅地ではあるが、 駅前商店街等はない。大阪シティバスが運行しており、駅北側の淀川キリスト教病院中央で入り口付近に、国島駅淀川キリスト教病院前停留所がある。阪急京都本線 3.3km と阪急地里線 3.8km を高架化し、淡路駅における京都線と地里線の平面交差を解消して17箇所の踏切を除去する事業。 事業主体は大阪市で2008年9月から工事に着手している。2024年度末に効果切り替え予定。新しい国島駅の駅舎は2階建てで、現在の駅より若干西側に移動する。駅の構造は1階が改札やコンコース、2階がホームとなる予定。戦前、当駅と天神橋筋6丁目駅との間には長良駅が存在したが、 1944年2月1日に廃止され、その後駅ホームも空襲で消失したため、戦後に復活することはなかった。ありがとうございます。